NHK 大河ドラマ、どうする、家康、日曜あ後8.00の番組孔、ツイッターは15日、今月11日に放送された第22話、説、腹の戦いに関する、三段位ちの投稿について、理がありましたと訂正、謝罪した。第22話は、織田、徳川連合軍は、長篠城の西、設楽玄、設らが、らで、武田軍と対峙。しかし、織田信長、 岡田純一、馬防策を作るばかり。動こうとしない。しびれ、切らした、徳川家康、松本純は、わずかな手勢で、他の背後から野衆をかける危険な賭けに出。策はこうを奏し、武田四郎勝より、新英太郎厚子はこう、かかってくるが、信長は、その瞬間を待ってい。三千丁の鉄砲が火を吹く、という展開。 織田軍の鉄、タイが武田軍を蹴散らし、圧勝した。番組公式ツッターは11日に、第22回目場面として、信長の奇策、弾打ち。天才、織田信長には、最強の武田軍も派、立たない、打ち死にしてゆく、武田兵たちに対、圧倒的余裕を見せつける信長、12日も、第22回目上。として、最も恐るべき相手は、徳川じゃ。 武田を倒した今、信長が警戒しているのは徳川家。彼を見張るようごとくにプレッシャーを与えるの有名な三段打ちで武田を駆逐。14日には第22回行として今回訪れたのは愛知県新城市。三千町も鉄砲を用いた三段打ちで信長が武田軍を圧した長篠、のしたら元の戦い。 その決戦の地を、したと3回3段打ちと投稿した。3段打ちと全体を3列に分け、1列目が打つと、2列目と交代。先、に出た2列目が打つと、3列目と交代。これを繰り、し、玉込め時間のロス減少を図る。現在は各自、自由に打ち、準備が整った人から空いた場所、入って打つ。先着順自由連射説が、有力視され、 歴史探偵の MC、佐藤二郎は、コンビニレジ待ち、うちと命名した。第22話の劇中、最初の銃撃こそ1、目と2列目が入れ替わったが、直後に、準備の出たものから次々に放て、の号令。しかし、番組公式ツッターがこのシーンを、三段打ちと紹介して、待った。SNS 上でも、これ、三段打ちではないよな。 備えができたものから打てと言われている、最初、家三段打ちで、あとは、自由に打ったという縁は良い、用意できたものからっていう、最新交渉を基づく解釈が、ちょいとリアルだなぁと思、うなどの指摘があった。この日になり、下記の投げで、誤りがありました。流しの、したら、弦の戦いで、三段打ちは採用しておりません。後方で順番、地をして、秋が生まれたら、 最前線に動いて、つ、というやり方で描いています。準備できた、から次々放てとセリフでも言っています。公開、与え、申し訳ありませんと釈明した。